これで私に準備できることはもうないかな。あとはしきちゃんだけど、まだ来ないのかな。くんかくんか。みなみちゃん発見。ちょー、しきちゃん、いつの間に。ん、魅惑のみなみフェロモンに引き寄せられただけ。もう急に後ろからハグされたら驚きます。ほら、まだ心臓がこんなにドキドキして。どれどれ、動悸に発汗型、瞳孔が開いてアドレナリンがドバドバ分泌されてるね。よしよし、みなみちゃんが特別にリラックスできるトリップアロマを炊いてあげよう。トリップとリラックスは違うような。で、大丈夫なんですか、そのアロマ。大丈夫大丈夫、副交感神経が優位になってトリップするよ。気持ちいいこと間違いなしだよ。さあさあ、ギリギリ合法秘密のアロマセラピーの開始だよ。あ、ちょっとしきちゃん待って。でも本当に大丈夫なのかな。リラックスリラックス。あれ、なんだか急にまぶたが重く。そうそう、そのまま内側に沈む自分をイメージして。しきちゃん、そこにいるの？あれ、こんなところにお姉さんが倒れてますよ。あ、やりの姉ちゃんはそこで何してんだ？具合でも悪いのか？いえ、私はあれ、少し眠っていたみたいで。あなたたちは。私は新田みなみと申します。皆さん、危ないところを助けていただいて本当にありがとうございました。みなみさんって言うんですね。怪我がなくてよかったです。私はルリアって言います。みなみさんって呼んでもいいですか？あ、もう呼んじゃいましたけど。大丈夫ですよ。じゃあ私はルリアちゃんって呼んでもいいかな。はい、もちろんです。こっちが B さんです。おいらが B だ、よろしくな。それでこんなところで何してたんだよ。あれ、この空を飛ぶトカゲ
みたいな生物は何だろう。ぷい、ぼーっとしてどうした？頭でも打ったか？あ、いえ、大丈夫です。それが、なぜここにいるのか私にもわからなくて。何か覚えていることはないんですか？その、私はアイドルなんです。さっきまで本番前の楽屋にいたのに、目覚めたらこの森の中に。え？アイドルってことは、みなみさんも、うずきさんやりんさんたちと同じお仕事ですか？うずきちゃんやりんちゃんを知ってるんですか？やっぱり、お知り合いなんですね。お二人から、他のアイドルさんのことや、プロデューサーさんの話を聞きました。じゃあ、どこかでしきちゃんにも会いませんでしたか？しき？悪いな。しきってやつにはまだ会ったことねえな。そうですか。私、早くしきちゃんを探さないと。もししきちゃんに何かあったら。一緒に探してくれるんですか？どうよ、困ってる人を見つけたら助けちまうのがこいつだ。それにこいつは気功団の団長だからな。オイラたちと一緒にいた方がシキってやつの情報も手に入れやすいと思うぜ。気功団ですか？やっぱり気功団についても何も知らねえんだな。はい、この世界はわからないことばかりですが、少しずつ勉強していきたいと思います。まあ、オイラたちがついてるから心配すんな。皆さん、本当にありがとうございます。では改めてよろしくお願いしますね。はい、こちらこそお願いしますね、みなみさん。新田みなみです。戦うことは得意ではないですけど、気功師も一つの経験ですよね。みなみ、頑張ります。実は最近この辺りで妙な事件が起きててよ。妙な事件ですか？ああ、何でも村人たちがピニャピニャつぶやきながら急に襲いかかってくるらしいんだよ。ピニャピニャ？なんとも恐ろしい事件ですね。それでその事件が起きた周辺ではピンクのもやが目撃されたり、甘い香りがしたりするらしいんです。そういえばさっき襲われた時にもかすかに甘い香りのようなものを感じました。やはり事件と何か関係が。だからまずはこの謎のピニャ事件を調べて、それからシキの情報を集めるってことでもいいか？はい、シキちゃんもこの辺りに来ていたらきっと村人さんたちから何か情報を得られると思うので。そうですね、お友達のシキさんもきっと無事ですよ。ありがとう、ルリアちゃん。よし、村はこの先だ。行こうぜ。ピンニャー、バイバイ。もっと強くなったらまた遊びにおいで。閉じちまったぜ。おせ。
約束守らなくて悪かった。一体助けに来ました。早く逃げましょう。助かった。こっちだ。どいてください。どこに行くんですか。話は後だ。いいからついてきてくれ。奴らから隠れて暮らすのは尺だが、ここまで来ればもう大丈夫だ。紹介しよう。ここが俺らの秘密基地だ。はーい、お兄ちゃん、今日のご飯は？こらこら、落ち着けって。ほら、担当食えよ。ありがとうございます。皆さんのおかげで私たちのような親子でも飢えずに生きられます。あんたの帰りが遅いから心配したけど無事でよかったよ。なに、礼ならピンチを救ってくれたこの人たちとボスに行ってくれ。そのボスという方はどんな人なんですか。ボスはとにかくすごいお方だ。あの人がここにいてくれたから俺たちは秩序を保って暮らせるんだ。そうだ、あんたたちにもボスを紹介するよ。こっちに来てくれ。骨のある新入りを連れてきました。はいはい、ご苦労さん。ん？この匂いは。しけちゃん、どうして。みなみちゃん、会いたかったよ。みなみちゃん、私のために泣いてくれてる？だってずっと心配で。そっか、ありがとう。私も嬉しいよ、みなみちゃんが会いに来てくれて。みなみちゃんを助けてくれた恩人ってわけ？はすはす、確かに君の匂いって最高に刺激的。ふんふん、私の助手くんに匂いがそっくりかも。な、何するんですか、しきさん。やれやれ、魔物みたいな格好だし、なんかぶっ飛んだ姉ちゃんだぜ。ん？これは雰囲気だよ、雰囲気。しきちゃんはいつもこんな感じなの。
君たちもあの村人たちを見てきたんだよね。ああ、なんかぼんやりして薄気味悪かったぜ。自我を失った挙句、ピニャピニャとつぶやきながら無遊描写のようにあたりを徘徊する村人たち。ピニャピ、あれのことを私たちはそう呼んでる。ピニャピ、シキちゃん、あの人たちを治す方法はないの？あるよ、ピニャピを治す方法。本当ですか？シキさんすごいです。それでその方法は？まあ詳しくは奥で話すから、私についてきて。また新しい部外者を受け入れるってか？たくしきさんよ、あんたはぬるいよな。お前また証拠にもなくボスに突っかかるのか？いいか、ピニャビたちなんかとっととぶっ倒しちまえばいいんだよ。ピニャビをのさばらせておくからどんどん被害が増えるんじゃねえか？あ、知れえか。あー、君の言うことも一理あるけど、こちらのリスクが大きすぎるんだな。もう少し待ってくれれば私の特効薬でピニャビ化を治してみせるけど。そんなの待ってられるか。俺は俺のやり方で終わらせてやる。勝手なことをして輪を乱すならここを出て行け。うるせえ、もやしは引っ込んでろ。喧嘩は良くないよ、疲れるし。話し合おうね。シキ、俺はな、てめえのそのヘラヘラした態度が前から気に食わなかったんだ。ああ、なら仕方ないの。私はただ研究したいだけなんだけどにゃ。ダメ？へっ、泣いて後悔しても知らねえぜ。団長さん、シキちゃんが危ない。あいつを止めるぞ。戻ってくるな。まあまあ、うちは揉めは良くないよ。でも君が彼を見ててあげて、なんか嫌な感じがしたからね。え、あ、はい。しきちゃん大丈夫だった？ふにゃん、心配してくれてありがとう。さて、こんなことより奥のラボに案内するね。すごい。私の観察から導いた仮説では、ピニャビ化に感染する原因は匂いにある。匂いですか？その匂いを媒介してるっぽいのが桃色の怪しい人玉みたいなやつなんだけど、見たことある？ああ、それなら来る途中に見かけたぜ。私たちも感染してないでしょうか？今のところある程度の距離を取っていれば大丈夫だと思うよ。おお、よかったです。でも人を媒介して人から人へも感染するっぽいのが厄介でね。一種のフェロモンっていうのかな。例えるなら、女王アリが自分のコロニーの働きアリを匂いで操作しているような感じだね。だからフェロモンに対抗する香りを調合して、そのフェロモンを中和して打ち消しちゃうかなって考え中。
あとは仕上げに香りの決め手となる薬草を煎じて加えたら特効薬アミーボーが完成するんだけど。くそ、見てろよ、俺だってやればできるんだ。ビンミー、なんだこりゃ。ピーニャーピーピーニャーピーニャニャニャピーニャピーニャニャニャピニャニャ。なんだありゃ。ピニャ。うわあ。ピニャニャ。ピニャピ。あいつ、どこに行ったんだ。みんな、逃げるよ。ボス、大変です。たった今、大量のピニャビたちがこの秘密基地に向かっているとの報告が入りました。なんだっけ。ピニャ、子供と老人から先に逃がして。皆さん、こっちです。もうそこまでピニャビたちが迫ってます。くそー、オイラたちが足止めして時間を稼ぐぞ。いいねいいね、そっちは君に任せたよ。行きましょう団長さん。バイバイ。ピニャ。バイバイ。ピニャニャ。うちらの前、どうやった？これで全員無事に乗ったみたいだな。グッジョブ。さあさあ、ひとまずエスケープ。待ってください、あそこに逃げ遅れた子がいます。助けなきゃ。みなみちゃんだけじゃ危ないよ、あたしも一緒に行く。もう大丈夫だよ。ありがとう、姉ちゃんたち。よかった。さあ、早く逃げましょう。みなみちゃん、後ろ。ピニャを連れて逃げて、早く。でも
ここで私が食い止めないと、みんなが危ない。ピニャニャ、ここから先は絶対に行かせない。はぁ、ピニャ、ミナミちゃんを助けに行かなきゃ。おい、一人で助けに戻るのは無茶だ。でもミナミちゃんが、どうしましょう。来ちゃダメ。今私を助けたらみんなが危ない。でもよ、このままじゃ。お願い、言って。みなみちゃん大丈夫、私一人でも切り抜けてみせるから。みんなどうか無事で。ここから先は行かせません。行こう、みなみちゃん。絶対助けに来るから。